今やっぱコロナだからこそ進化をしないといけないんじゃないかなというふうに思いました。元気な会社にもう一回こう なっていくというところからまず始めたいなというふうにですね思ってます。 JR 九州が今日開いた取締役会で新しい社長への就任が決まったのは古宮洋二専務59歳です。古宮氏は福岡県行橋市出身で、九州新幹線の開業や豪華列車七つ星 in 九州の導入の責任者を務め、鉄道部門の主要ポストを歴任しました。8年ぶりに社長が変わる背景には、新型コロナの影響で上場以来初めての赤字になり、経営の立て直しを迫られたことがあります。来月から新しい中期経営計画が始まり、秋の西九州新幹線開業も控える中、古宮氏は収益力を上げて黒字転換を図る難しい舵取りを担います。就任は来月1日付で、現在の青柳社長は代表権のある会長に、唐池会長は相談役につきます。